おいも、おいも、おいもだよ。おいも、おいも。ジャビー、おいもだよ、ジャビー。おいも。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待てよ。よし、お芋だよ、ジョピー。ジョピー、これぐらいの大きさでもいけるだろ。これ柔らかいで。いけるよ。いけるいける。いけるいける。よし、いいよ。ちょっと待てよ。ティーも待てよ。はい、ティー。お芋美味しい。お芋美味しい。どれぐらいの量やりゃいいのかな、これ。早い、早い。柔らかいから食べやすいでしょ。柔らかい。下で取るで、下で取るで、ジョビー。ジョビー、ジョビー。眼差しが、眼差しが真剣すぎる。ジョビー。まずお姉ちゃんだ。まずお姉ちゃんな。まずお姉ちゃんだ。はい。はい。ジョビー、たまんないね。明日ご飯食べてよ、夜ちゃんと、これ。ねえ。よっしゃ、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って。ティちゃんも大きいやつ持ってけ、ティちゃんも大きいやつ持ってけ。うん。うん。ゆっくり食べなよ。ティにはゆっくり食べなよ、ゆっくり。うん。こんなに食うのかな。はい、チップ持ってけ。チップ持ってけ。おいしいやつ持ってけ。よしよし、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。はい、ティー持ってけ、ティー持ってけ。お姉ちゃん、取んなよ。これ、どれぐらいやりゃいいのかな？ん？よいしょ。手がベタベタになってきた。まず、まずチョッピだ。まずチョッピな。順番だ。じいちゃん、順番だ。順番、順番。順番。もじま、あ、まあ、手に乗ったやつ。あ、いた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 。ん？よいしょ。晩ご飯食べれんくなるぞ、あんま食べると。ね。ん？よいしょ。おいしい。パン、パン。たまらんね、あんたたち。ん？ジョビたまらんねよしよし、ちょっと待ってよ。みんなどれぐらいあげてますかね、芋は。ほんの少し。ジョビ、大きいやつ持ってけ。大きいやつを、大きいやつ持ってけ。うん、ゆっくり食べやいいからな。んちょっと待ってよ。ちょっと待って、ちょっと待て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 、待ちなさい待ちなさい。ちーちゃんやるで。あげるあげる。あんたも大きいやつあげるよ。はい、食いしん坊、食いしん坊。ちょび、ここ、いや、ちょびちょび、これ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 、ちょび。もう、もうあと夜にしようか。すごいね。よっぽど美味しいんだね。まあ、そりゃそうだよね。こんな甘いの、こんな甘いの食べたことないもんね、普通に。ちょっと待って。いいのかな？もう今日、大サービスだぞ、お前。ねえ。サービスだぞ、ジョピー。ジョピー。ジョピー。ジョピーが、ジョピーが大胆になってる、ジョピーが大胆に。ねえ、いつも控えめなジョピーが、すごい大胆になってる。おい、ティー。まだ食べるか、ジョピー。まだ食べる？いける？いける？まだいけ、いっちゃう？ドアップだ。まだいっちゃう？まだいっちゃう？ちょびいっちゃう？いっちゃう？近いな、おい。近い近い近い。近い近い近い。近い近い。面白いね。おい、一個ぐらい食えるちゃうんじゃないの？あんたたち。はい。もうやめた方がいいのかな。
もうやめかな。もうやめじゃない、ちょっと待って、手が。はい、もう終わり。もう終わりね。あと俺食べるわ。ね、お昼ご飯食べとらんしまだ。な、よ、よ、よいしょ。お昼ご飯まだ食べてないでしょ、俺。ね、惜しかった？惜しかった？うん？また買ってくるわ。ね、じゃあまた買ってくる。ちょっと待って、手がめちゃめちゃ。よいしょ。今日またね、ちょっとあの朝からね、業者さん来てて、何をっていうとね、まあそう大した話じゃないんですけどね、洗面台にあの前になんかあの俺が自分でね、あのリノベした、何回でもこう貼り直せれる、壁紙シートってね、こいつ、うん、これを洗面所に貼ってあったんですけど、そいつ剥がしてね、これ今このレザー調のね、これあのリアテって言ってね、あの三月が出してる、まあこういう面に貼れるっていうね、あのシートフィルムです。うん、よくないですか、このレザー帳。実際にレザーなのかな、レザー帳だよね多分ね。うん、でこれをね、やっぱ定価で買うとね、まあそこそこの金額するんですよ、これね。ここのね、クッションフロアにちょっと合わせて買ってみたんですけど、でね、定価で買うとね、まあまあそこそこの値段するんですよね。なので、前にね、あのダイノックシートって収納棚のところにね、貼っていただいた業者さんが、個人でね、ご夫婦でやられてて、今お昼ご飯行ってもらったんですけど、なんとね、フィルムはネットでね、一番安いところで買ってくださいと、一番安いところで買ってもらって、で僕貼るんでってね、そんなねそんないいのみたいな、そういう業者さんなんで、これね、ここの面、このいわゆるね、この洗面台、この洗面台のこの下、ここまでね、この巻き込みまで、ここまできっちりやってもらって、で、あとここ貼ってあったと思うんですけどね、前にね、ここのプライマーを今つけたのかな、あの糊ですわね、ちょっとしんなくさいんだけど、この2枚、この中の巻き込んだところ、この白い正面から見た時に白い部分がないような形までやっていただいて、ねえ、この12月のねえ、しらすの忙しい時に、なんとですね、2万5000円です、で、こいつ自体がね、まあ参考までに、あの横幅はね、こういうフィルムシートは、まあ、大体均一統一されてるのかな、確かね1200いくつ、まあ1200、横幅1200の、長さがね、長さがね、1700、1.7m ですね、 1.2×1.7m 買ってね、これは楽天で買ったんだけど、また、概要欄にリンクね貼っとくんですけどね、なんとね4500円ですよめちゃ安くないですか。で多分ここなら正直、できる、頑張れば器用な人ならできるんかなって気もねしなくもないんですけど、さすがにこういうところまでやれっていうとね、ちょっとなかなかね、
練習しないと難しいんじゃないかなっていう、こういうとこですね、こういうところね。まあ、自信がある人はね、ネットで買ってこういうのを貼ってみるのもいいかもしれませんね。まあでもやっぱり綺麗にね仕上げたいんで、せっかくだから業者さん頼みました。2万5000円だ。まあシート代フィルム代入れてもまあ3万なんで、まあどうかなっていう感じなんですけど、気分もガラッと変わるんで。で今みたいなフィルムはね、いわゆるこういう冷蔵庫にも貼れちゃったりするんで、まあまた時間があるときにね、肩の調子も良くなって時間があれば俺もちょっとやってみたいんで、自分でやってみようかなと思っています。ちょっぴり言うほど美味しかったんだね、あんた。ねえねえ、下しまい忘れてるよ、ちょびたん、ちょびたん、よほど美味しかったと見たぞ、チャピー。お芋さん美味しかった？ワン。美味しかった？うん。お芋さん繊維たっぷりだってね。ね。うん。お通じも良くなるね、これでね。また買ってくるわ。な。また食べよう。な。うん。よし。それでは皆さん、今年ももう本当の本当の残りわずか。ちなみに今は今日は12月の28日なんですけど。あと9、10、11、3日、4日だね。お正月、どうしようかな、またいろいろ考えよう。それでは皆さん、風邪ひかないよね。今日も良い一日を。バイバーイ、バイバイキーン。チョピー、チョピーまた買ってくるね。Mm-hmm.